ヤイコティです。はい、皆様こんにちは。本日私一体何をするのかと言いますと、こちらです。こちらは私が川で取ってきたザリガニです。嘘です、川でこんなにザリガニいるところってないと思うんだけれども、業務スーパーで売っておりましたので私購入してみました。ザリガニを食べたことって皆さんありますか？私ザリガニ食べたよっていう人ってあんまり多分いないと思うんだけれども、ちょっと一度ザリガニお見せしますね。うわ、じゃーん、どうでしょうか。ザリガニの爪で、どうでしょうか。ザリガニネイルタッピング、ちょっとなんかエビとも違うし、カニとも違うし、エビとカニの融合したものっていう、ごめんなさい、目の前にしてちょっと失礼かもしれないんですけれど、気色悪い。こちら本日は食べていこうと思います。ということで、いただきます。ダメです、ダメです。これはフライパンで調理をして味をつけて食べるみたいな感じ、わかんないですけど、なのでクッキングしてきますね。さよなら。できました。相変わらずザリガニですね。ねえ、大丈夫かな。ご飯ちゃんと食べて。クッキングをさっきね、キッチンにしてきたんですけれども、大パニックを起こしてしまいまして、エビが飛び跳ねまくるみたいな、 TikTok の方に載ってるので、よかったらそちらの方確認してみてほしいんですけど、本当大パニックでした。私一応こっちとこっちで味が若干違うんですけど、こっちはニンニクで、こっちがなんか辛めのやつ。大丈夫かな、食べていきましょうか。不安だ。じゃあこの子食べていきますね。食べ方は書いてたのは、こことここをむしり取るらしいです。じゃあいきます。むしり取れました。中身は空洞です。これは食べれないってこと？ちょっと待って、さあ、ありすぎじゃない？で、ここの殻を剥いて食べるということです。剥けました。小さすぎやろ。ねえ、思ってたのと違うんだけど、剥いてみたら小さすぎんだけど。あんた、そういう男って嫌われるよ。ちっちゃいよりはでかい方が私はまあ好きかなって感じなんですけど、あ、変な意味じゃなくて、小さいよりでかい方がいいってだけです。変な意味じゃなくて、本当に変な意味じゃ。じゃあいただきます。うまい。味美味しいんだけど、川に生息していらっしゃるものなので臭いのかなって思ったんだけど、全然、めっちゃエビ、もう普通にエビ、身は小さいけどね、エビの方が身でかいけど、普通に美味しいわ。あれとかいいんじゃない？もうすぐさ、正月とかになるじゃん。その時にさ、ロブスターとか出てくる家あるでしょ。その時にいいんじゃない？おせちにザリガニとか入れてみてもね。ちょっとこっちの味も食べてみます。君ついてないじゃん、ハサミ。かわいそう。もしかしてネイル折れちゃった系ですか？失礼します。えい、結構この子は身が詰まってますね。見かけによらずって感じの子ですね。もしかしてロールキャベツ系男子だ。そういうの大好き。剥けました。いただきます。美味しいわ。身が小さいからずっと食べられそうな気もする。慣れてきました。分かる人もいると思うんだけど、このエビのさ、このお腹の部分見れないんですけど。ね、この気持ち分かる人いないかな。うち、カニを食べに、ソーリーソーリー、ちょっと大阪ガスの方がいらっしゃったので、大
対応してました。1時間経ちましたこの状態で大阪ガスの方絶対に臭かったですよねこのエビの匂い。あ、エビじゃないです、すいません、ザリガニです。じゃあちょっとあと 2,3 匹ぐらい食べようかな1時間も空いたのに 2,3 匹しか食べられないのって思うでしょ。なんかね、ちょっと胃の調子悪くなるかもこれ辛いからだと思うんだけど、調子悪い時の胃の感じしてます、私の胃。なんであと 2,3 匹、まあ、できれば 1,2 匹くらいちょっと食べさせてもらいますね。失礼します。もういらないです気になるなみたいな方がいらっしゃれば、あの業務スーパーで売っておりますので、よければ購入してどんな味かっていうのを確かめてもらいたいんですけれども、意外に美味しいですよ。意外に美味しいんですけど、なんかちっちゃい、私はビッグサイズの方が好きなんですけど、まあスモールサイズ、味美味しいので本当に皆さん見つけたら一度買ってみてください。はい、ということで今日も動画見てくれてありがとう。間違えた、ありがとう。次の動画も見てね。高評価、チャンネル登録、コメント、毎日チャンネル登録お願いします。チャンネル全部剥いたんだけど、こんだけになった今夜はこれでザリガニチリだ。